けてた前髪死んじゃうよね。お疲れ様です。喉いってあ、すごい角度やった。テロップ書いてたから画面見えてなくて。これ充電できてんのかな。できてる。お疲れ様でーす。前髪ぼさんこ。おー、LINE 来た。誰だ。で、私今ね、結構な人数と今 LINE してるからね、誰でもおかしくない。今私が LINE するのは、お姉ちゃん、友達1、友達2、友達3、お姉ちゃんの旦那さん。誰でもおかしくない。なんか分からん、お姉ちゃんの旦那さんとはね、本当に年に数回しか連絡取らないんですけど。なんか連絡来て、悩み聞いたんでっていう連絡来て、何と思って、怖いと思って、いつ兵庫帰ってくんのって言われたから、お家に帰れるかといえば話は変わってくるが、兵庫には18日に行くぞって返して、そのまま家帰ってくりゃいいやんって言われて、受験20仕事だわって返して、忙しいのはいいことやって。そう、もう私、お姉ちゃんとお姉ちゃんの旦那さんもすごい、なんだろう、長いから、私もその人をね、私が小学5年生の時から知ってたから、もはやお友達、お兄ちゃんみたいな感じ、お兄ちゃんみたいな感じです。うん、あ、ね、今日さ、あのファンの人になんか来週ねみたいな、次は来週ねみたいなこと言われて、はにゃってなって、来週何それってなって、で、お話し会だよって言われて、私2月の時に、2月にお話し会あったじゃないですか、オンラインお話し会が。2月の時に、来月2回お話し会あるっていう覚え方をしてて、だから3月にもうなってるのに、まだ来月っていう、来月お話し会っていう認識が抜けてなくて、何それってなって、いや、あるじゃんって言われて、え？みたいな。来月の2回じゃなくって言って、来月？今月じゃなくっていう、なんか、すごい、入れ違いが発生して、え、待って、OL の日じゃない？みたいな。え、OL かどうか忘れたけど、あの、ラストのやつだよみたいな。え？みたいな。もう3月か、そっかみたいなさ。結構3月、あの、バタバタで過ごしてたっていうのもあって、へっと思って、お話し会終わった瞬間に、私インスタのねハイライトに、あの全部8枚目も残してるんだけど、7枚目も残してるから見たら、3月20、21お話し会って書いてて、3月20 OL 名刺作るよみたいな、3月21春物みたいな。待って、何も準備したらと思って、やばすぎると思って、あの帰りのなんか駅までに行く車の中で、やばい、 OL 買わなきゃって言ってたら、みちが、え、私あるよスーツって言われて、え、みたいな、え、貸してって言って、いいやって言って、みちのスーツ借ります。そうで、春物のお洋服はあの新幹線内で買いました。全部葵ちゃんセレクト、隣に葵ちゃんが座ってたから、
そう、あ、葵ちゃんにこれ貼る、これ貼るらしい、これ貼るらしいって聞いて、髪飾りから何まで葵ちゃんセレクトのやつですみんなに助けられましたみんなに助けられましたそう、みんなに助けられました。だからスーツはみちゅの借りて、21のやつは葵ちゃんが選んでくれたワンピースと髪飾りを。そう、本当に気づいてなかったらさ、私お洋服屋さんに行く時間はないからさ、もうどうしようってなってたから、もう本当にツイッターで皆さんごめんなさいみたいな、 見間違えてて、あの購入をするのを忘れてたので、今日は可愛い私服でってなっちゃうとこだったから、そうそう、靴は多分サイズが合わないから、あのパンプス、あのすごい就活生みたいなパンプスは買いました。もうそれも、それは買いました。そうそう、パンプス、それは足は私本当に誰よりも小さいから誰とも合わないから靴は買って、なんか就活生ってなんかストッキングとか入ってるイメージだったから、ストッキング買って、そう、なんとか乗り切れそうだぜ。危なかった本当にお、みなみ今日はありがとうな友達みたいなありがとうございますそう、そうなんだよ、私思ったの、オンラインでお話、足元見えないってみんな言うけど、私足元手抜いたことないから普通なんです。足元が見えなくてもパンプスもう買っちゃったもんキャンセルしてこようかな全然キャンセルできるから、キャンセルできるっちゃできるから、キャンセルしてこようかなスリッパとかでもはやいいもんねインスタの全身画像上半身とか、うん、どういうことな、そのおしゃれは足元からとかとか言うと、私言ってずっと同じ靴履いてるけどちょっとこの季節の靴持ってなくてずっと同じ靴履いてる私多分スーツの時、多分インスタによっぽどじゃない限り載せない気がするのでツイッターだと思う。ちょっと自分のそこまで気にしなくていいんじゃないと思うかもしれないけど、自分のインスタの的に多分スーツのやつはインスタには載せないですね。ツイッターですね、あれはツイッター行きですツイッター行きでございます。涙がここ真っ黒だね、落ちてる。ちょっとちょっとちょ、何でも載せれるツイッターだから、でもどういうことをしてもスーツを載せることに私のインスタ今頑張ってる系統が一回崩れてしまう意外にちゃんとやってるんだからそう、あ、ストーリーにはやるんじゃない、ストーリーにやると思うよ、確かにストーリーの存在忘れてた、ストーリーにやると思う。18日行きます、おー、お待ちしております。ナナさんのだね私花粉症まだなってないと思ったけど、これ花粉症か、鼻がチュルチュル今日私お話し会、今日会えるお話し会だったんですけど、大阪で今日2回泣いたんですよって言ったらみんな心配するじゃん、大丈夫、最後まで聞いて、今日ねお話し会中に2回泣いて、そう1回目が、そう2回泣いたんですけど、1回目が私あの結構喉を今喉を潰してて、でまあそのタイミングでお話し会があったから
そう、なんか下にね、机の下にあの飲み物置いてたんですよ。で、あのなっちゃんバヤリース？ん？違うか、なっちゃんのやつ置いてて、なっちゃんオレンジ、なっちゃんオレンジ置いてて、ペットボトルので、中にストロー入れてすぐ飲めるようにしてて、でちょっと人が途切れて、で途切れたんだけど、もうあの向かってくれてる人の姿が見えてたから、でも喉がちょっとやばかった、急いで飲まなきゃみたいな、もうちょっとでこの方は着くか、あの私の目の前に着くから、それまで飲まなきゃと思って、急いでキャップ開けて、こうキャップのペットボトルの中で折りたたまれてるあのストローを、なんか急いで勢いでパって自分が飲むためにね、こう出そうとしたらね、この反動により、あのストローについてたなっちゃんの水滴が私の目に入るっていう事件が起きてそう、わーって横にいたスタッフさんにあーってごめん、こんなで、どうした、どうした、大丈夫かみたいな、どうしたどうしたみたいな、なっちゃんが、なっちゃんコップに入ったえ、何が必要、何が必要、ティッシュそう、こうやって大丈夫みたいになって、でもあの歩いてきてたの見えてたから、もう早く復帰しなきゃと思って急いでこうして、あ大丈夫でしたみたいなってなって、そうだからなっちゃんオレンジに攻撃された1回目で泣いたのと、で2回目は会えるお話し会はね、あの会えるんだけどマスクは必須だったんですけど、あの自分のマスクでも用意されてるマスクでもよかったんだけど、そう自分のマスクをなんかポケットに入れてたらちょっとくしゃついちゃったから、あの用意されてたマスクをね、そう使ったんだけど、ちょっとでかくて、ほんとここぐらいまでマスクがあったんですよ。でそれもこれもお話し会の最中に、こうなんかうなずくとかじゃないけど、なんかの多分顔の動きの反動でスルッとなって目にガンと入ってもう目もティッシュ持ってだからなっちゃんオレンジの時はこっちの目で、マスクの時はこっちの目で、2回攻撃されて今日2回泣いた話し会中2回あの人知れず涙を流してました知れず泣いてましたね。そうだから今日2回泣いたってワードだけ聞いたら、みーちゃん大丈夫かってなるかもしれないんですけど、全然マスクとオレンジジュースが目に入って泣くっていう、あそうし、何人かにはあのなっちゃんオレンジの時もその向かってきてくれた人には、ちょっと今なっちゃん入ってって思ったし、マスクの時にも今ちょっとバス変えてって言うから、その並んでた人には言った別に隠してはなくてそう、もう、あ確かにさすが5歳児、確かにテーマに沿ってるわそう今日の私のテーマはね、5歳、裏テーマなんだけど5歳児だったんですけど、そう。でも今日なんか奈々さんが、あの岡田奈々さんがね、あの会えるお話し会の大阪参加してて、え、みーちゃんかわいいねみたいなこと言ってくれたから、これ私あるテーマがあるんですけど何だと思いますかみたいな言って、え、テーマみたいな、でもまあテーマだけじゃ難しいだろうなと思ったから、〇〇歳ですって、ここに数字入れてくださいって言ったら、5歳って当てられたんですよ。え、すごいってそう、なんか私自他ともに認める5歳だったらしいですそう、確かに言われてみれば5歳だねって言って、何でも受け入れてくれる優しさと思ってそう、5歳が伝わりました。その横にいたココアすっごい真顔だったよね。あ、確かに5歳じゃねーみたいなさ私ココアからしたら23歳のお姉さんが5歳とか言ってたら、そりゃそんな顔なるわと思ってさ確かに5歳じゃねえみたいなそうちょっと思いました本当じゃーってちょっと5歳テーマでやってました。でももう帰りの新幹線やらあれなんやら、でもマスクやってたからメイクもおちおちですね。
5歳だったのです。なあちゃんと写真撮った、撮ってないです。テーマ5歳児って全く気がつかず、あ、全然言ってないしなんか何人かには子供っぽいねって言われたから、あ、5歳なのっていう返しはしてたけど、別にあの表だって今日は5歳みたいな感じで言ってない。なんならこれ後付けの理由だから、確かにと思って別に5歳のつもりでやってなかったんだよ。でもやってみて、で髪の毛もこれをする予定なかったんだけど、今日会場に着いてリュックにたまたまこの髪飾りが入ってたから合うんじゃねえと思ってやっただけだから、後付けのテーマなんでいいんですよ。気づかなくても知らない、後付けなんで、なぜならば後付けなんで本当はこの髪飾りをあのスペイベの時につけようと思ってたんですけど、スペイベのワンピースとはちょっと合わなくてやめて、そのまま入れっぱだったんですよ。だから入ってた。あ、びっくりした。裏テーマっていうかもう後付け、本当に後付けテーマでございます。そうでもなんかなんだ、たわいのない話ができる環境がすごい幸せだった。ハーフツインみたいな、あ、でもハーフツインだよこれ。ほらここにはめてるだけだから、最初ハーフツインして上からパコってしただけだから、ハーフツインかって言われたらハーフツインなんですよ。みなみさんこんばんは、はじめまして。あ、秋野さんのファンの方だこんにちはった今日私ね、めっちゃ朝早くてね、会場で4時間ぐらい暇だったルームから来ました、 ありがとうございますスタッフが元気すぎてびっくりした。え、それえ、本当にね、これね、大阪だからかな、わかんないけど、剥がしのスタッフさんと秒数、枚数とか秒数とか確認してるスタッフさんはなんか1例につき2人ぐらいついてるんだけど、元気ですごい。で、私のとこにもマイクがあって、ファンの人のとこにもマイクがあるから、なんかね、スタッフさんが喋ったやつがファンの人のマイクから私のイヤホンに直結して、なんかガーって叫ばれたのがガーってきてさ、へんってなるくらい本当に大きくて、なんか隣がまいちゃんだったんですけど、特にまいちゃんの連の人が居酒屋かなってぐらいのテンションだったの。なんかありがとうございましたみたいなマジでなんか居酒屋なんじゃないかってぐらいのテンションですごかったんでね、本当に。だから本当に私もその人の声が集音されて耳攻撃されるしみんなもなんか負けじと喋ってくれててすごかったね本当に。ここは居酒屋かと思ってたから、なんか元気だなって、元気なのはまあいいことだなと思いながらそう、元気でしたね本当に。そう、めちゃくちゃ元気でした本当にそうだからファンの人何も喋ってないのに横でありがとうございましたっていう時に、私耳がガッてきて思わず堪能しちゃって、目の前にいるファンの人がえ、どうしたのみたいなさあ、いいよね、隣の剥がしの人がねみたいなこの説明するのもなんか伝わるかわからなくて、そうそう、なんかすごかったこれマジで今日配信で絶対言おうと思ってて、すごかったの。そう、すごかったです、本当にすごくて喉鳴っちゃっためっちゃ私はもうずっとつぼってた。そうけど、ファンの人からしたらなんかね、大きな声出さなきゃいけないから、そう、あと今日剥がしがすごい厳しかったよありがとうございました、ありがとうございましたみたいな、なんか今しかそういうルールだから仕方ないんだけど、あーにゃーにゃーってなって、そうちょうどこれの時だ。そう、なんかまあ私のファンの人、まあ、これで傷つくとかはないだろうけど、まあいいじゃないんだ、言うんだよって、あーにゃーにゃーってなってた私がそう
ボイスドラマ CD 楽しみにします。ありがとうございます。まあいつもゆるすぎもあるんだけど、すごかった本当に。わーってなんか体育会系だった。なんか私横のレーンはこっちのレーンは舞ちゃんとのレーンは距離が近かったんだけど、もう一個隣はちょっと空間が空いてたから、そっちの声は聞こえなくて、ほんとこっちの舞ちゃんの方だけ声が聞こえてて、で私のレーンの人もそれに合わせてすっごい元気なの。なんか多分こっちがこれぐらい声出してるならこっちも出さなきゃみたいな。だから本当にここの2連の空間が体育会系すぎて、私本当に文化系の人間だからうわーってそう、絶対運動部だったでしょうと思いながら、でも喋りかけることは別にしないから絶対運動部だろうなと思いながらさ絶対運動部だと思う。そう、絶対運動部ってぐらい元気でした。めちゃめちゃ元気だった。そう、めっちゃすごい、なんかバイトさんなのかな、すごいお若い学生さんみたいな、わかんない、学生さんじゃなかった場合すっごい失礼だからだけど、なんかお若い感じで、そう学生さんなのかなとは思ってた元気でしたね。そう、私はもう文化系の人間なので、はいはにゃーってなってたすごいって、世界が変わったと思ってそう、あ、お腹ちょっとお腹鳴っちゃった。そう、ご飯はね今帰ってきたばっかで配信始めたから食べてない。あ、ロスタイムもメンバー見えないように体乗り出して顔で、あ、そうなの、そんな方してくださってた、いいのにね、別にそのロスタイム見えてるぐらいダメなんかわかんないけど、ルールわかんないけど、いいのかと思ってた。お腹空いた。でも私この後配信終わったらちょっとコンビニに行きたいから、なんかさ、ツイッターの仕様、なんかツイッターのアップデートが変わってさ、なんか関連のツイートみたいなのがめっちゃタイムラインに出てくるようになったんだけどさ、私めっちゃ STU48 のメンバーとか STU48 関連のいいねをいっぱいするから、あのファンの人のツイートがめっちゃ回ってくるようになっちゃったんだけど、私だけあ、みなみさんこんばんは、パペットカルタとし、あー、秋野さんだ、ありがとうございます。秋野さんパペットカルテットの理科役の方です。そう、ご挨拶した時にね、配信拝見させていただいてますみたいなことを言ってくださってたんだけど、本当だったありがとうございます。頑張りましょう、パペットカルテット。全然口まずない、やばい食べ続かれてったあ、最新のツイートの方は、まあ、あ、そうなんだ、なんかねすごい良くないツイートとか回ってくるのよ。だファンの人これと公に出したくないツイートだろうなっていう。あ、ちょうちょの、あ、ありがとうね、嬉しいはめられた。そう、ファンの人が公に出してないだろうなっていう、あの、お、ん？別にハッシュタグとかつけてないやつがめっちゃタイムラインで回ってきて、え、これうちら見ていいやつなのってなるなこれうちら見ていいやつなのかなってなって、そう、今日も朝回ってきて思わずマネージャーさんに、え、これって大丈夫なやつですかみたいなって言ったら、え、それ私、ね、マネージャーさんも、あれ、これ私のタイムラインにも流れてきましたみたいな、え、やっぱ STU 関連の人には回るようになってるんですかねみたいな、うん、そう、なんか別に悪口とかじゃないんだけど、そう、そうそうそう、めっちゃ長くなって、
なんか STU メンバーとどこどこで遭遇みたいなさこれだってさ、ハッシュタグつけてないからさ、その人も別にメンバーに見てもらおうと思ってツイートしてるわけじゃないのに、ツイッターの仕様のあれで表示されるっていうメンバーにそうメンバーに、だからあれはどういう人向けなアップデートなんだろうっていう。とか私なんか変な話マイナスツイートとかも全然回ってくるからあーやっぱそう思うよねーっていうね、だほんとどの層に向けたやつの、まあ、私が多分そんな SNS とかツイッターを活用する活用なんかそういう言い方あれだけど、ビジネス系じゃないからそこら辺の方からしたら必要なやつなのかもね。今んとこミヒメルテルツイッター回ってきてない、おかしいな、回ってきてないな、おかしいな回ってきてないです、おかしいな。てかなんかトレンド入ってたよね、なんかそのアップデートの仕様でさ、なんかこの変更やだみたいななんかトレンドに入ってて、それで知った気がする。あ、めでてるのはタグついて、あ、タグついてるのは回ってくる、あ、そうなんだ、あ、なるほどね。じゃあみんなタグつけてるが回ってきてないか、逆に回ってきたらすごいこっそり私の愛つぶやいて、あ、それはそれで嬉しいな、うん、でも急にみーちゃん褒めたたえるツイートだらけになったら忖度っぽくない？忖度っていうかなんかの宣伝みたいなんかの宣伝みたいな感じ。こんばんは、こんばんは。でもすごい、まあ、ここ数日配信してなかったりとか、ネイルも送れなかったりとかでみんなご察しだったと思うんですけど、元気なかったんですよ今元気だからまあ終わりを切ればってことで言うけど、元気なかったんですよ。それでも元気、今日ね、あの来てくださった方は直接届けてくれたりとか、あの昨日私がお手紙で来れない方はハッシュタグでって言ってた感じでみんなやってくれたりとかで、すごいいっぱい見て、いっぱい直接見て SNS でも見て、そう元気になれた気がします笑顔が作れなかったのここ数日、笑い方って何みたいな終わってるけど、そうなんかな、何それって感じだったのね。そうだからこんなに笑えて笑顔になれた一日がすごい幸せで、すごい泣きそうでした。ちょっと今ムルムルしてるけど、これはあくびじゃないけど花粉症そうなんか暖かくて本当に手記だなって思って、でそういうファンの人にはもうなんだろう、ごめんねじゃなくて、お互いごめんねじゃなくてありがとうって言い合える関係でありたいなって。だから今日とかもね、ファンの人が全然なんとかでごめんねみたいな、なんとかでごめんねみたいな言ったら結構何人かいらっしゃって、はにゃ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 ってあーそんなありがとうっていうだからね、私今日2回泣いたって言った時はぶっちゃけ3回泣いて、お話し会終わった後にマネージャーさんにうえってマネあの裏に開けた瞬間マネージャーさんがどうしたのみたいなみんな優しいみたいな、なんでねみたいな、こうやってねごめんねって、うえ全然そんなことないのにねって、マネージャーさんがね、マネージャーさんもよくないってあれなんだけど、いやそうだよね、こんなって言われる大阪までこうやって来てくれたりとかさ、そりゃそうなるよねみたいな、もう涙を助長させることを言ってだからすごいなんかね身に染みちゃってそう追い打ちかけられて、そう泣いて、そう泣いたっていうか感動だね、泣いたって言ったらあれだ、感動しちゃった感動してしまった。そうなんかご時世とかでさ、来ること考えたりとかさ、みんなの中でいろいろあったりとかさ、で来ることを見送った人もこうやって SNS とかに伝えてくれたりとかさ、
なんか素敵と思って好きだなと思いました。自分のファンの方が。お亡くなっちゃったけど、なんか自分のファンの方がすごい好きだなって思った。アミヒン今日はね、ある意味情緒不安定だった。いい意味で、いい意味でってなんだろうね。いい意味で情緒不安定ってなんだろう、聞いたことないけどいい意味で情緒不安定だった。ここ数日は本当に携帯もあんま触ってなかったから、 SNS もあんま見てなくて、何してたんだろう私って感じ。昨日って私何してたんだろう。昨日私ね、人間とは思えないぐらい寝てたよ。え、マジでやばい。私本当に昨日多分24時間中20時間ぐらい寝てると思う。本当昨日私多分永遠寝てた。もう携帯も触らずなんか怖いと、私本当に人間なんだろうかってぐらいマジで、本当起きてる時間合計しても多分3時間4時間いかん気がする。20時間寝てると思う多分。でも別にぶっ通しではなくて、そうぶっ通しではなくて、何回か起きて何回か起きてなんだけど、起きてもなんかすぐ寝れちゃって、だから多分ね合算したら20時間寝てる気がする。昨日マジですごかった。ほんと脳をとろけちゃうんじゃないかなって思ってた。ミヒンがよく一番チェックしてる SNS、 SNS って言い方だとむずいかも。 Twitter もハッシュタグお手紙しか見ないから、タイムラインもおわんくてあんまり情報入ってこない私。インスタもみんなの投稿した時はみんなのいいねとかコメント見に行って、ストーリーだったら閲覧履歴見に行ってそう、そんな感じかな。昨日は本当に引いた、自分で引いたから許してほしい。自分でも引いたから本当にえげついぐらい寝たなと思う。そう朝だと思ったら昼だ、あ夜だみたいな閲覧にストーリーね、ストーリーの閲覧って言い方やってます。そうだからこの20時間ね、私ぶっとなんか何回も起きてるはずなのにずっと同じ夢見てて、ずっと戦ってた。そう私なんかそういう自分の精神的になんかあわわわわって時なんか戦いよく見るんだけど、ずっと戦ってた私ずっと戦ってました。なんかねもう話はもう一日経ってるかもう覚えてないんだけど、何かとずっと戦ってた。そうなんだろう、なんかねすごいね SF だったよ。なんかリアルじゃなくて SF、 なんか猫型ロボット的な。そうでなんかいっぱいね怪獣が出てくるんだけど、怪獣に勝ったら自分がその怪獣を使役できるの。だからまず戦う土俵に立つためには1体絶対倒さなきゃ戦う土俵に立てなくてみたいなで1回倒して、私はすごい可愛らしい怪獣を1回使役して、そうでどんどんね強いの出てくるの、それを頑張って倒すっていうなんか夢見てたなんかね戦う理由あったんだけどめっちゃ忘れちゃった。なんか猫が出てきた気がするんだけどな、猫が出てきた気がするんだけど忘れてたな、なんだっけ猫が出てきた。あでもずっと同じ目見てないわ私。もう一個の夢があって、なんかこれリアルなんだけど、リアルじゃないんだけど、私の家のなんか隣の隣とかになんか後輩が入ってくることになって、もう3期生なのかな、わかんない、私夢の中でもしかしたら未来の3期生だなったかもしれないんですけど、なんか3期生なんか私が外に出たら、そう隣の隣に新しく入ってきた後輩の子がちょうどなんかドアのとこでなんかタンスとかをね一人で入れようとしてて、で全く知らない子だったから多分ね誰かわかんないんだけど、そうでなんか私なぜか夢の中の私すっごいフレンドリーで、
多分リアルだと私挨拶はするけどそこまでグイグイいけないんだけど、夢の中の私すっごいフレンドリーで、みたいな、ここなのみたいな、一緒の階だねみたいな、手伝うよ引っ越しみたいな。でその子も後輩ちゃんだから、はみたいな感じだって、なんかすっごいグイグイってか家に入ったの私で、家に入って、あでも本当にいいです、本当にいいですみたいな、いや手伝う私暇だからさみたいな、全然こき使ってこき使ってみたいな感じで、なんかすっごいグイグイ入って、なんか結局中に入ったら、なんかそこからなんか場面がまたちょっとだけ変わって、なぜか知らんけどその子と YouTube してて、その子実は YouTuber で、そうで、なんか私気づいたのが YouTube に出てて、待って私こういうの出るのやばいかもみたいな言ったら、だから大丈夫って言ったじゃないですかみたいな、こっちは大丈夫って言ったのに入ってきたのそっちですよみたいな、だからもう映っても知らないですみたいな、そう、なんかよくわかんない、めっちゃ声だけ覚えてる、なんかね、そう、なんかそういう夢見た、そう、なんか夢がストーリー性があるの私いつも、そう、なんかね、で、あーってなるっていう夢を見た。でも確かに夢の中の私すっごいグイグイ言ってたから、そう、YouTuber ちゃんだった。なんかすごい、もうあと2人ぐらい女の子がいて、その子たちは後輩ではなくて YouTuber 仲間みたいな、そうで、なんか映っちゃダメだから、でもなんかどうしていいか分かんなくて手だけ映ってた、なんかあーみたいな、そう、分かんない、もしかして STUもう未来にはそういうルールになって変わってて、そう、全然そういうのも OK な世界かもしらんから、そうそうそう、なんかすごい謎でしたね。でもみーちゃんを通して友達とつながれてるという現実がある。いいポジティブ転換ですね。そう、だからなんかよくわかんないけどそれだけ覚えてる、衝撃的すぎて衝撃的すぎて覚えてる。でも実際に私の隣の隣は空いてるからありえるんだよね、ワンちゃん5、6年後みたいな。知らんけど5、6年、29、うわ30歳、うわ、でもなんか最近っていうかさ、あの変な誤解はしなくていいんだけど、なんか最近なんかみーちゃんの他になんかもう一人好きな子がいますみたいなのすごいなんか増えたんだけど、なんか前までの私だったらなんでって感じだったんだけど、なんかもういいのかなっていう。そう、なんか変な話、その子より私の方が先にいなくなるだろうし、ファンの人がいなく、私がいなくなった後も悲しまないっていうんだったらそっちの方がいいのかなっていうのを最近思うようになった。もういいやって。そう、そういうもんだよなと思って、みんなが悲しまないってなるならそっちの方がいいのかなと思いつつ、でも私まだいるかなっていう、まだまだいるかなっていう気持ちでいっぱい。でもそれを踏まえた上だろうしね、推しを増やすって。でももう分かんなくなっちゃった、もじかち。でもまあ誰がどうとか分かんないし、推しメンがやめたら ST48 から離れるというファンが、まあどうとも言えん。別に不正解でもないし正解でもないから、その人が選んだ道に
なんかあの時こうしてればっていうのがなければそれは正解なんじゃないかな。自分が選んだ道をね、自分が否定しなかったらそれはもう正解で、だからね、何が正解とかないし、 STU 自体をもっともっと魅力的なグループにできるならば、そういうなんか自分の推しメンは卒業しちゃったけど、 STU の今後が行く先を一緒に見届けたいっていう人も減るだろうから、そういうとこだね。待って、めっちゃ胃が痛い。待って、え、ここっていい？ここっていいかな？痛い、なんか痛い、何痛い何ここ、私臓器わかんない、臓器の場所わかんない、心臓の逆、え、心臓どっち？左だよね。痛い、横じゃない、横っ腹より上、痛い、何これ、痛い痛い痛い、ここはどこここはどこ、私は誰はいかな、え、わかんない、痛い、なんか痛い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 、なんかズクーンズクーンって感じ、なんかズギーンじゃない、ズクーンって感じ、ズクーンって感じズクーンって感じ、痛い、なんかズクーンって感じ、それ良くなる？何原因？一緒かな？今日も京都で癒しの映画ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。でも今日めっちゃ、今日体めっちゃつるから、多分そういうことかな。今日本当にバスの中でずっと体つってた今治ったんだけど、意味わかんないよね、バスの中でずっとね、なんかこれも右半身だ、ずっと今ズクンズクンしてたのも右半身なんだけど、ずっと右半身つってて、いつでいつでそう、降りる時につってたらどうしようと思いながらドキドキしてた。だ、全然治った。降りる時につってた私降りれないんだけどと思ってそう、一応ね、今日ペットボトルに1本半ぐらいの水分を取ってるんだけど、多分なんだろう、消費量と見合わせたら足りてなかったんだろうね。多分治りました、バス降りる時には。ほって感じだった、一安心って感じでした。え、もう11時10分なの？びっくりぽん。びっくりぽん。ご飯屋さんに行きたいな、あかりんとね、串カツ食べに行こうって話して、あかりんにご飯行こうって言ったら、もんじゃおは串カツって言われて、うーんって言って、ってなったのが今日の朝で、今日の夜にあかりんあかりん串カツって言ってオッケーっていう会話がそこで終了した1日かけて会話した1日かけて会話した。そうあかりん、でも私はあかりんに言ったのが、串カツも食べたいけどまた違う日に、なんか天ぷら屋さんの天ぷらが食べたいっていう、なんか熱々の揚げたての天ぷら屋さんの天ぷらが食べたいか、いつか行こうっていう話でした。そう、まああかりんにはね、お世話になってるんでね。おい、喉が、そう、天ぷら屋さんの天ぷらが食べたいの。私エビ天とかめっちゃ好きなんですよ。で、なんか天丼用、なんかスーパーに天丼用に、なんかご飯はあのおのおのお家で用意してもらうタイプの天丼用の天ぷらとか、なんかさつまいもとかちくわとか大葉とかがいっぱい入ったやつを、天丼用じゃなくてただただ食べるだけで買うから、マジで天ぷらがすごい好きで、でもなんか天ぷら屋さんってすごいお高いイメージがあるんだけど、そう、いいお店って感じがする。行ったことないからさ、なんか天ぷら屋さんっていう、まあ、探したこともないし、そう、ピンキリなのかな、あるかな、ちょっとお高いやつはちょっといけないちょっといけないいけないけど、天やなんだ、天野と
みなちゃんが知ってさ、みなさん。ちょっとうちね、誰も悪くないんだけど。福ちゃんの好きな店屋で多分チェーン店じゃん。でひなちゃんが知ってそうって、なんかみんな違う理由で2人の名前出したな。店行きたい天ぷら屋さん。ひなはね、ほんといいもの食べてるから。グルメ本通りの脇の天ぷら屋さん、そんなのあるの、調べてや。でも私学校からちょっと行ったとこに天丼屋さんがあって、すっごい学校帰りに食べてた、行ってた友達と。でも本当に女子生徒がいるとこじゃなくて、すごいなんか部活前の男子高校生みたいな、学校の近くだからさ、部活後の男子高校生みたいな、そういう男子高校生まみれの中で、あの女子生徒で天丼食べてた。でも私何が恥ずかしいのか分かんなくて、なんか私が一緒にいてた友達がなんか恥ずかしいから早く食べて行こうみたいな感じだって、何が恥ずかしいみたいな、平等でしょって、別になんかどっちが金星とかではないんだから、堂々と食べられんよって。どんどん食べれんよって言って、めっちゃあの放課後にその天丼屋さんに行くのがめっちゃ好きだった。そう、なんかね、一人ではお店行けないくせに、なんかそういうとこは堂々としてるんだよね私。そう、あ、私あとね、一人でねスタバにもう何回も行ってるからね、あの一人で行けるお店がコメダとスタバ増えた。今日もね、あの集合前にねスタバ行ってね、アイスココアとね、あのねフード買ってね、そう、そうそうそう、行けるお店が増えた。嬉しい。そう、一人でスタバ行く。でもまだスタバに滞在したことはない、買って帰るのしかしたことないけど、でもそれすらもできなかったから行けるようになった。桜メニューは挑戦するわ。で、桜系の味苦手だからしません。そう、桜系のそういう系の味すごいあの お得意じゃなくて。これ今度滞在できるようになりたい。コメダはもう滞在できるから。でもコメダも何時間までって120分かな、決まってるから。でそこまで滞在したことないんだけど、がもっとそういうお店が増えていったらいいなって思ってる。あ、でも一人でミスドも行けるな。ミスドもね、前まで一人じゃ無理だったんだけど行けるようになったから。あ、ミッツだ、私ミッツ行ける。お洋服屋さんとかは別に行けるんだけど、あのご飯屋さん、そっち系は一人だとは無理なんだけど、コムドとミスドとスタバだね、今ミッツ行ける。いける。で、定食屋さんとかはまだ一人で行けなくて、そう、行けないな、一緒なのにね、ほぼほぼ。でも私サイゼリアに行きたくて、なんかサイゼリアのフレンチトーストが美味しいみたいなのがツイッターでバズってて、フレンチトースト食べたいと思ってサイゼリアに行きたいんだけど、そう、行く機会ないんだけど、一人でもサイゼリアなら行ける気がする。私マクドも一人で行ったことない、ない。全部赤にいる。え、全部赤にいるな、ないか、もう出前か。マクドも一人ないかも。フレンチトースト美味しそうだった。え、めっちゃバズってたもん、美味しいって。サイズ安いしね、学生の味方って感じ。でもなんか兵庫県に住んでた自分が学生の時ってコメダってめっちゃお高いお店だったので、お母さんとなんかショッピングモールで買い物した時にママがちょっとなんか食べてくって言って、たまに食べに行けるお店がコメダで、コメダといえばもうごちそうのお店ってイメージだったから、広島に来て自分がこんなにコメダ行ってるとはびっくり。大人になったね。大人になったね。そう、大人になりました。私コメダのねチキンがすごい好きで、
白のロールとか甘いものはあんま食べなくて、なんかランチとかモーニングの時間に行ってなんかランチ食べてる基本。今家に到着しました。おきゃりなしゃおきゃり。甘いものあんま食べないんですよね私。甘いものほんとあのミスドぐらいしか食べないミスドはもう行ったらもうめっちゃ買う。ダブルチョコレートとエンジェルフレンチとポンデリングとポンデダブルショコラとうん、ミスドはね行ったら買っちゃうな。そう、米のちょっとお高いんです。スタバはなんか、ね、甘いものあんま飲まないから、飲むとしてもなんかなんとかラテみたいな、ホワイトモカみたいなのかアイスココアかの。そうだから全然あの生クリームトッピングとかしない系女子。アイスココア飲んでる最近はちょっと。そうミスドめっちゃ好き週に2回行く、強いな。近くにあるの家のいいな。家の近くにあったらめっちゃ行ってるんだと思う。遠いから行かないってだけだと思う。街にしかないから、そうなんか買い物とかそういうのでなんか仕事とかの帰り道とかで街に寄った時にしか買わないから、そう家の近くにあったらマジでもうコメダもミスドも家の近くにあったら私終わってたと思うでもボク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 太って筋肉になってもうショールームでみんなにやめなさいみーちゃんもう行くのやめなさいでも私は明日も米田に行く、明日も水田に行く、みーちゃんやめても行かないでなるよ絶対。家の近くにあったら絶対なる行っちゃうもん絶対。そう家の近くにあったらもうすっぴんでもなんでもいいもんみんなに止められるんだろうなおめちら、あさっきより10分だった、すごー。あミスドコーヒーおかわり自由な、あそうなんだ。ミスドもね滞在したことないんだよ、買って帰るから。へえそうなんだ、それは知らんかったお腹がすいた。たこ焼きは一箱持って帰ってきたので、この後配信終わったらチンして食べるし、551の肉まんも持って帰ってきたのでこの後チンして食べる。でお弁当も持って帰ってきたのでそれもチンして食べる。うわで今日なんかすごいあの置いてある飲み物が豊富で、いつもお茶と水しかないんだけど今日なんか CC レモンとカルピスとなんかなっちゃんオレンジとかがなんかジュース系もあって、お話し会の時になっちゃん飲んだからあの CC レモンとカルピスも持って帰ってきたんでわそう飲み物もあるし食べ物もあるから、この配信終わったら一人で食べる。そうめっちゃ豊富だった。一人暮らしだとさ自分で買うからさ持って帰れ持って帰れと思って重くても持って帰ってきたそうそう持って帰りましたそう楽しみ。いた棒首がチュッチレ。まあねこんなたわいのない、あまあ目元真っ黒じゃねえ、そうたわいのない話もしつつ話さなきゃいけない話もあるからうにゃー人間逃げたくなるけど逃げちゃダメな時もあるよねあー今日楽しかった、ありがとう。こちらこそありがとうございます大阪から持って帰ってきました。おめっちゃリュック重かった、だから多分体つったんだと思う右半身エヴァ私なんて言った、なんて言った、なんて言った、なんて言った。そう
あのね、まあいろいろね、まあこの数日ね、まああと今日も30分だからそうそうお話しとかないとまた私今日うやむやで終わっちゃう気がするから、あ逃げちゃダメだな、ね、あそう、あのねいろいろね私がこう数日はにゃーってなったりとかみんなもはにゃーってなってたと思うんだけど、まああのある意味あのちょっとなんだろう。主語を言わずに今日喋るけどみんなは察してくれると思って主語を言わずに言いますけど、なんかもともと一緒に頑張ろうって言ってたものがあって、でそれも簡単ではないことを目標に掲げてやってたわけで、それをみんなで一緒に頑張ろうって言ってる中で、なんか後々嫌な言い方しちゃうわごめんなさいなんか後からねなんか変わったりとかして知らなくて、そう、あとそんなってもうなんか最初の日程も終わったのに、そんなってなって、私たちもあのツイートで知ったんですよ、多分私が聞いたみたいなだけかな分かんないけど、言って多分同じ日に知ってはぁってなって、そうなんかもうそれでなんか悩み事が一つもう一個増えちゃって、そうなんか良くないのと思いつつ、でもなんかそれで救われる人もいる状況だから、もうなんかこれが最初からできてたらいいんだけど、あとだから言ったから多分こういう感情なんだろうなと思いつつ、いいことではあるから、そうでもまあなんかはにゃーって感じで、でもなんかにゅーって感じで、でもほにょーって感じそうでも結局その日に使えるのは入った子たちだけだから、なんかみんながね、みーちゃんの気持ちを聞きたいみたいな、みーちゃんがどういう決断してもなんか受け入れるかどうか置いといて聞きたいっていうのをすごい言ってくださるって、なんか中途半端なことになるから、まずはこれを確定情報ってしてあの聞かなくていいんだけど、まず私の一言としては、そんなこと言われたらどっちもってなっちゃうじゃんってなるのどうしたらいいんだよってそう、でも私はみんなとお話しできるこの環境もすごい幸せで、おしましになっちゃうと会えるお話し会とかもできないのかなとか思っちゃって、そんなのとどっちもってなっちゃうじゃんってなってそう、なんてこったと思ってそう、どっちかなんて無理じゃんと思って、そう結構なんか悩んで一人で叫んでなんか生きてたんだけど、そうでもなんかもうね、もう、うんね、なんかね、なんだろうなんかどうしたらいいんだろうもうどうしたらいいんだろう、本当に分かんない、わそうでもそんなさ、どっちもなんてさ、なんかどっちも成立できるのかってやったらそうじゃないと思うしさ、そうでもなんかそんなね、あのこの前の私のお手紙の内容のやつなんですけど、そう私が思っているより大きいものだったっていう、そんなね一個のものがそういうものに評価されるんだっていうのを知って、なんかお腹がないごめんなさい緊張かだってなんか極論って言うと、極論ね、極論言うとなんか多分入る入らない置いといて票数での評価ってなるから、なんかじゃあとなんかね、なんだよそうなんか別にその7番目に入ってなかったとしても、なんかその票数がすごい顕著なものだったらそれはそれでお話し会の1回分的なものだからっていう、なんかうんクーってちょっとあのさ、この3日前とかの私すごい多分悩んでて、なんか泣いたりとかしてて、この3日間一人で考えてなんか威嚇するようになった
3日前の私はどうしたらシャワシャワってなって3日間一人で考えた結果なんか威嚇するようになったどうしよう威嚇に変わっちゃったでもなんかもうなんかわかんないからいっぱい話を聞いてたんだけど今日もなんか難しく考えすぎって言われてもう考えるよねそれだって私の人生もかかってるしみんなの人生もねあの預かってんだからさその適当なこと言ってらんないああ使命期1枚よりそんなに重いのかって言われるとすごい直接的表現だなどうしたらちょっとあの私が抽象的に言ってるかって5分後に答えていいちょっと5分後に答える5分後にあのさっきのおやつの返答してるのかなっていやなんてなんかさメールとかないなんてね誰でも見れるからさなんかさなんか曲解されたくないだろでもなんかうんって感じうんって感じだねでもなんかさなんかさその同等だとしてさその大島試験があったとしてさ同等でプラスおしましでそれをお話し会に使ったらそれは PR の方がプラスになるじゃないですか。あめっちゃ直接的に全部しゃべってるわ。なんだよさっきから抽象的ってそうってなるじゃないですか。でも、うん、なんかファンのなんかおしま一日にあの枠があったりとかするからそういうのを私はみんながみんなあの使えてたらいいんだけど結局は7名じゃないとあれだったからそうアニャーポニューヘニエって感じそうだからみんなが思ってる予想私はね あんまり直接的なこと言ったら怒られてしまうので知らんけどそうそうだからみんながなんか予想してるのは大体合ってるとしてうん、そうもう私はねもうみんなとも独立しようかも孤島に行ってみんな孤島に行ってステージ組んでアイドルしようかもと国作ろう指名権も1枚プラス当日話してどういうことだ私アホなんだあ事務所の件でそういう意味じゃないそんなそうあそうね PR 舞台上位陣のおしまし金は追加日程で消費されるから少しはマシそうねでも本音としたらさそんな一票がどうとか言われるならさじゃあどっちも頑張ったら良いのでございましょうかって感じだからさでもどっちもって言ってさそんな簡単に言うものじゃないじゃん誰が頑張ってるみんなだぞってアイドルもそりゃなんだ宣伝とかさ試作とかさその人があの力を貸してよかったって思う人で いなきゃいけないけどさそれを分かってんのかってミヒ珍しくおこだぞミヒ泣き虫ってはよく言われるけどおこは珍しいんだぞどちらかというと、うん、そうだよねだっていつも見たがなさっていう人なのに怒ってたぞ、ね、もうそのこの3日間の私3日間寝かしたせいでもうそうねそれが48グループの宿命っていうのは簡単だよねだから嫌になるんだろうね私向いてないのかなと思う
さ、もうどうですか、なんかね、人に怒ってるとか、対象者当事者誰かに怒ってるってわけではないんですよ。人生に怒ってる。そう、でもなんか受け身も嫌、保守的も嫌受け身も嫌だし保守的も嫌だって、私は声優の仕事をしたいから。そう、保守的も嫌。ちょっと龍角さん舐めていい？喉痛い。ちょ、天井見とける、みんな。メンバー発信であることに正直、私ごめんなさい。そうだよね、こういうことは見ちゃダメだよね、ごめんなさい。偶像だもんね、ごめんなさい。ゆかくさん、あ、メンバーのこと、あーにゃ、あにゃにゃ、そういうことか。今みんなと幸せに笑顔でいたいだけなんだけど、笑顔でいるためには苦難を乗り越えて笑顔になるっていう方法をしなきゃいけないみたいで、おいしい私さ、手帳のここに鏡があるからさ、めっちゃ光るんだけど。みひはみんなと笑顔であれれば、幸せであれればいいんだけど、その幸せになるためにはやらなきゃいけないものがある。みんなのこと好きだよ、でも好きだからこんなに悩んでるんだと。泣きそうになっちゃった。好きって言葉に泣いちゃって今。私可愛くない、好きって言って。ああ。私今可愛いと思う。私今可愛いと思うな。好きで泣いちゃった。なんか好きだなと思った泣いちゃった。好きだなって。大好き。I love you。いやー。え、あのさ、 B 日程は感謝枠以外はおしめ試験買うよってさ、ミヒの意見を尊重してくれてるのか、それはそれで正しいと思ってるからなのか。ミヒはミヒの意見尊重しなくていい、正しいことしたい。だってさ、多分どうやってもさ悩むじゃん。でな、あ、こっちの意見の尊重ってありがたいし優しいんだけどさ、正しいことってなんだろう。マジでおいしい、龍角さん。だからなんか中途半端だなって、そんなこと言ってたらなん、どっちも結果になんないじゃんってなんかおかしいんないんだけど、あの、そのそんな中途半端なことしてたらどっちも種に実がならないぞっていう感じかもしれないんだけど、ミヒンとしてはなんかどっちも頑張った方がいいのかなっていうのはすごい思ってて、どっちか一本にやった時にどっちも結果にならなかった時がすごい私は怖くて、うん、でミヒンはなんか選抜云々のこと言ったんだけど、それももちろんあるんだけど、あのその先を見てで保守的になりたくないっていうのはそういうことで、あのその先を見たいの。今回パペットカルテとして自分ってすっごい狭い世界で生きてたんだなっていう、狭い世界でって言ってあれだけど、あの実力が本当に伴ってなくて、
っていうので、そういう仕事をもっとしたいっていうか、守りには入りたくないな、守ってしまうと私でもここで終わっちゃう気がして、ストップしちゃう気がして、すごいなんか実力的になんかすごい助けられてる場面が多くて、けどすごいあのスタッフさんも声優さんも皆さん優しくて、教えてくださったおかげで最初の頃には成長はもできたんだけど、できたと思うんだけど、けどやっぱ実力が伴ってないと思って、ならばたくさん経験もすべきだし、そうでも経験をすべきならばある程度の立場にいないとその、ま、役が回ってこないんですよ。なんかミンヒンは真面目に話した時ミンヒンやるよ。私はその選抜にいるっていうのはその場を守りたいだけでもなく、それももちろんだけでなく、その先を見とかないと、できれば声優とかでこの世界に入れたらいいなとも思うし、声優とか声のお仕事とね、そうでいう意味で今回結果を残したいなっていうのもあるんでございますってそっさそうっていうので、ちなみにね、あのね、こんな真面目な時にね、ロトでも当ててくるからのコメント面白くて初期いやもう全然ふざけていいよ。あのだからってなるとどっちもなのかな、どっち私ね、あのアホなんだよね。それを踏まえてみてどっちなんだろうって分かってないんだよ。だからなんかすごい飴舐めて失礼な女だ、龍角さんなんで許してくれそう守りに入りたくはないなって、一期生だし守ってたらダメじゃなって噛んだけどダメじゃなって思ったから、うん、だからでもあの人によってはあのこっちしかっていう人もいると思うんですけど、そういう方は全然いいんだお。なんだえ、おしましだと会えるお話し会は来れないんだよね。ちなみにシュペイベも抽選会も。いやどっちかいって、私はそれを天秤にかけなきゃいけないの。私の癒しを私がファンの人である気が、その辺は旧世たっぷり。なんて優しい世界、うん、だからまああの一個優先すべきは B 日程で、あの会社枠あと一つなんで、あのそれをまず開放したいですしたいです。まじゅあの処理解放したいです。したいです。であの押し増しだと会社枠は買えないので、ツーショットとかはその分先にってなるんですけど、なんか STU って再販云々があるのかないのか、いつなのかなのかが分かんないからでも自分はお話し会でっていう人もいてても、全然まああのすごい中途半端に思われるかもしれないんだけど、どっちかじゃなくてどっちもっていう人間だから
今回に関しては。だから自分はお話し会でみたいな方は全然前半日程だけ取っとけば平気よ。再販ってことか再販で感謝くって、あ、同じこと言ってるまず明日 B 日程が始まるんですけど、それで感触云々がどうなれば入って、あ、空いてればだって。じゃあもう ABC で空くことは最初の目標だったんだね。投票スケジュール的にだろうね。ん？あのお話し会だったら後でお話は再販でいけるよっていうことだから、だから今はあれ投票の方なのかっていう。でもすごい中途半端でさ、良いのかな私、甘えてない、これなんかなんだ良くないよねなんか絶対入りたいですとも言ってなければさ、絶対全完売でとも言ってないこの中ぶらりんの私よくないよね。みんなに、みんなありがとう。私多分終わった後泣くんだけど、いや泣かないんだけど、なんか分かんないんだけど、もう目が痛いなんか本当に人に恵まれてる。ママに電話しよう。ママママ波ね、みんなに美味しいお肉をごちそうしてあげたいみんなに美味しいお肉をごちそうしてあげたい。お肉嫌いな人がいたら魚嫌いな人がいたら何だろう、マチタケなんかなん何ができる私に、恩返しっていうのまだ早くも知んないけど、でも保守的な考えじゃなくて自分のこれからの将来のアイドルとしてだけじゃなくて個人的に、で今回パペットカルテットも東かがわのやつなので、私は東かがわの PR もでき頑張りますでそこにもなんか自分の声のお仕事が PR 舞台とかではなくてもなんかおのずと PR になってたっていうのは今日思ってて、そうだからそういう風に声のお仕事につなげてまた PR できたらいいなって思うしっていう、そういう人に選ばれるために今の位置というか上を目指していきまほうっていうことなので、すっごい中途半端な位置にいるんですけど、絶対入りたいとも言ってないし、言ってないって言ったら誤解もね、なんて言えばいいのかな、その公言っていう完売とも言えなくて、すごい中途半端なんですけど、これが、最善なのかなとは思ったりします。好きやで、あのこういう時に好きっていうのってずるいよね、でも嫌いじゃないこういう時に初期はね、ジュルイ女やで、でも嫌いじゃないでも嫌いとは言えない、嫌いじゃない、別に嫌いじゃないチュンチュンでね、なのね
全然何かあったらミーヒンに言ってください。ミーヒンは受け止める心づまいはできておりますので、これに関してみんながどういう感想を持つか、どういう気持ちになるか、どういう感情になるか、正解不正解ないので、自分はこういう感情を持ってしまった、自分はこういう考えになってしまったっていうのを謝らなくていいし、それはあなたの意見なので、でもそれをなんか自分がもし周りと違う意見を持ってしまった時に、あ、自分って変、自分がおかしいのかもって思わなくていいし、けど周りにもしいなくてぶつける相手がいないってなったら、ミニキンにぶつけろなんかぶつけるって言ったらねあれだけど、あ、みーちゃん聞いてって、うんうんって聞くよって自分はこうなんだけどね、みーちゃんのにゃにゃにゃ、あ、そうなんだ、でもね、にゃにゃにゃってあの、みーひんはいつでも腕貸しますみーひんの子がいてますよ開いてまして、なので自分がどういう感じになってしまったことを分かんない、今ねコメントかけてる人とかけてない人いると思うんだけど、それはまあ自由だから全然それも正解ないけど、全然ミヒンのここ開いてますよなのであの全然自分はお話でそういう話をするでもいいし、だって変な話、自分のこのチューブラリンな状況を正当化しちゃうけど、どっちも正解なのなんかどっちかって言ったからこっちの方やってしまったのがいけないことなのかっていう状況がなってるじゃん今世の中っていう。でもミヒンある意味チューブラリンだからこそどっちも正解なので、正解って言い方やだ、うん、やだ、みんなの行動は全部正解正解ってやだどっちもありがたい、どっちもありがたいことなので、うん、どっちも嬉しい。なので、なんかみんなが A の道 B の道っていくなら、私は C の道を作ります今こうやってる人はもしかしていないかもしれない、 C の道に行く人はいないかもしれないから、ミヒンが作る C の道、うんで、どっちもで、うん、評価につなぎ結論、どっちもありがたい、どっちも嬉しい、どっちもありがたい、でその C の道のゴールが笑顔であることを私は願って掘り進めます。まだできてないんで今からあの塗装するんで整備するんで、はい、みんながね、あのみんなが歩きにくいと思わないように、あの木の枝とかミヒン倒していくんで、みーちゃんの道で怪我しちゃったとならないように私枝折っていくんで、折ったら自然破壊、どうしたらいいあ作っていきます、綺麗な誰も怪我しない道を。こういう時に先頭に立つのがおじめんだぜおじめんは怪我するから、怪我しに行くから、あの罰則貼って、それでウィン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 だぜ。怪我作っていこうとしてるかもしんないけど、いいんだよみーちゃんと思うかもしんないんだけど、罰則貼ってください、包帯貼ってください痛いね痛いね、よちよち飛んでいけってしてくれたらもうミーヒンは嬉しい。猫のバージョンうんっていう感じでございました。なのでどっちかっていう名言はしないんですけど、どっちもなんですけど、それは
客観的に見た一個のためじゃなくて、その先を見据えた上でということで、よろぴくお願いします。うん、ありがとう。ありがとうございます。本当にみんなにごめんねと言わせない、ありがとうと言ってもらえる道にします。ん、私もお互いなんとかでごめんね、なんとかだからごめんねじゃなくて、なんとかでありがとう、なんとかでありがとうっていう目標にしましょう。じゃいうことでございました。どっちもどっちを明言できるわけではないんですけど、だからあのネイルとかで今日のまとめみたいな、配信でまとめみたいなのはするけど、 SNS した方がいいのは分かっているんだが、したくないしたくないって言ったら誤解だ。がわからん言葉がわからん。でもどっちかっていう書き方は絶対しないので、どっちもでっていう書き方になるから、文章だけ見るとすごい難しいやつなんですけど、メールだけで終わりたいんだけど、そうもいけませんよね。あと5分やんあと5分やんか、くあと5分やんか、ダジョウまなきゃそれではまずダジョウをね読みたいと思います。リアルタイムランキング読むので、そんなようなコメントもないですいきます。13位、ディネアとイカクミヒも可愛くていいと思います。もう全肯定ありがとうディネさん。12位、エビ様、エビさんありがとう。11位、アツプさん、ハッシュタグミカワ、アツさんありがとう。10位、ウェブロックさんありがとう。9位、ポムさんありがとう。8位、ネロさんありがとう。7位、テリーピーさんありがとう。喉がスースーしてる。6位、サマキさん、ミヒについてくぜ、好き話してくれてありがとう、こちらこそ聞いてくれてありがとうございました。5位、ハンマチさん、今日誓ったことを有言実行しておみを幸せにするマン、ミヒもみんなのことは幸せにするマンパチパチパチ。4位、広島子おばすりさん、パチ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 。3位、スノーヒル石さん、好きなとかまだまだあるよ、お、じゃあまた教えてください自己肯定感爆上がりするんで2位、つよつよさん、今日は楽しい一日でした、ありがとう、こちらこそありがとうございました、パチ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 。そして1位はドゥ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 ンドゥン、ちょっとこっち、ケンケンさん、わしにとってみーちゃんは光、いつも見てるからね、光と言われた人にあのそぐう人であれるように頑張りますありがとうケンケンさん。それでは、カチュードします。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ、みーつけた、みーのことを押してみーひん、ヒュー、ありがとうございます。兵庫県出身、みこと石田みなみでした。
ということで、すごい難しい話をしてしまったんですけど、あの、はい、っていうことでした。あのインスタとツイッター更新してますので、いいねとコメント待ってます。でもなんか人がどうとか誰かはどうしてるからとかってもう関係ないから、石田みなみの道だから、石田みなみの立場だから、誰かがこうしてるからこうしなきゃ、誰かがこれしてないからしちゃダメだとかないから、みひんやこの道ということで、C の道C の道を作ります。頑張るって言葉は、一緒に笑顔の先へ進みまそうっていうことで、ということで今日も一日ありがとうございました。なんか明日から笑顔でいれそうです。ありがとう、一生かけてみんなを幸せにしたい、マジで出会ってくれてありがとう。え、泣かない。ありがとうございます。みひんは幸せ者でした。あ、過去形にしちゃったんです。ありがとうございます。ありがとう。あ、こんなことしてどうしちゃう。おやすみちゃん、いい夢見てね。ありがとう。バイバイ。